優先腫瘍を手術なしで除去する治療を特化して行っており今日は8歳のサモエド4人の治療5期を紹介いたしますヨニは最近治療が終わりました腫瘍治療は7月26日に始まりました治療は非常にうまくいきましたそれで一時治療で一度に治療ができました7月26日から治療を始めました ヨニは7年1ヶ月のサモエドで18.2スそして否認されたスヌで遠く中北西州から来ました7月26日のヨニの治療映像です多くの方が治療をちゃんと受けているのか注射をちゃんと打っているのか疑問に思う方が時々いらっしゃいます私たちは全ての治療過程を動画で記録しています15歳以上3キロラン以下の 事実上手術や麻酔が不可能な子どもたちに最も必要な治療法です。麻酔や手術なしで乳腺腫瘍を除去しています。26日に治療を変えた後、翌日の写真ですが、1日経ちましたが、もうこの部分に開始の初見が見られる変化がすでにあります。そして29日、32、31日、8月一日か、8月二日八月3日、8月4日、8月5日、ずっと張って、 8月23日にさて21日と22日23日この時に最初の腫瘍が開始して落ちましたそして皮膚に開始した腫瘍組織が落ちてきて皮膚欠損が生じますこの部分は通常私たちが傷ができてかさぶたができて治る過程を経るものです24日になめましたはい幹部がかなり露出しましたね さて26日、27日、29日、そして9月、えーと、9月12日ですね。これは剥がれたかさぶたです。今、毛についている状態で、この部分が先ほど欠損していた皮膚の部分がすべて三層に満たされて、このようになりました。そして今日十14日の写真ですが、この部分です。はい、この部分はもうかさぶたが全くありませんね。もう完全に回復して、 4人の場合は治療が完全に終わりました。今度は秋夕が過ぎてから転入評価のためにもう一度来院して血液検査でこれまで服用していた薬の影響であった肝数値などを確認した後にその治療は完璧に終わります手術が不可能な子どもたちにとって実は最も必要な治療法でもありますが4人のように保護者が手術をあまり望んでいませんでした 危険性のために私たちの病院に治療法があることを知って水州から一歩で駆けつけて治療を受けて帰りましたこの治療法は実際にはがんが最も危険な理由である転移と再発を防ぐことはできません転移と再発を減らすための他の補助療法もありますが実際に転移と再発が発生した場合それを私たちがどうにか防ぐことはできません そして、つの4つの種類に対応する治療薬が4つあります。今、私たちが使用している一次治療薬の場合、発生頻度が高い順に最も高いのが1番治療薬であり、次に高いのが2番治療薬であり、その次に高いのが3番治療薬であり、その次に高いのが4番治療薬です。実際に4番治療薬は1匹に使用しました。 ほとんどの場合、一時二次治療薬で治療が完了します。しかし、私たちが一次治療薬で治療できるのか、二次治療薬で治療できるのかは分かりません。近いうちに、私たちが二次治療薬によって感じした子どものレビューも一緒に投稿してみようと思います。ぜひ、最初に開始療法を始めたときよりも、 使用除去が回復する時間がかなり短くなりました今4人の場合は一時治療薬で治療されてほぼ80日ほどかかったようです以前は1 0 0日や120日かかっていましたが時間が短縮されましたがそれでもかなり2か月以上の長い時間が必要ですご覧の通り返金や消毒などの管理が多く必要になるため 保護者の方がが管理を行う必要がありますそして現在外国ではこのように注射療法で使用を開始させる薬物が2種類ほどありますね一つはベトクインオールから出ているステルフォンタがありもう一つは十数年前に出た免疫グロブリンで作られた治療薬のイムノシジンがありますこの2つの治療薬はどちらも治療率がほぼ70%前後です 約30%程度は全く治療ができません。しかし、開始療法で現在まで非常に高い治癒率を示していますが100%ではありません。ですので、これが治療できない可能性があることを少し念頭に置いて治療を決定されるといいかと思います。このように麻酔や手術が危険な場合に発生した乳腺腫瘍は開始療法で治療しても良いです。非常に安全で、 あすいと手術のリスクがないため開始療法で乳腺腫瘍を治療することを一度考えてみてくださいありがとうございます次の映像で会いましょう次の映像で会いましょう